菅原美優選手のインタビューをお伝えさせていただきます。お願いします。お願いします。まず試合後でのご感想をお聞かせください。すごいこう注目されてる選手との試合だったんで、なんか不安もあったんですけど、しっかり勝ててホッとしています。続いて相手選手のご印象を聞かせください。やっぱ一つ一つの技が綺麗だったなっていう印象があります。ありがとうございます。それでは記者の皆様にも伺ってみます。ご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。お願いいたします。ダウンを奪った後、KO を狙ってっていうそんな感じはいけなかったですか。そうですね、ちょっと今回すごい冷静になっちゃって、いつも冷静じゃないのに本当に冷静になってしまって、しっかり勝ちに行こうと思っちゃって、ちょっと暴れられなかったです。相手 の、 その技というか警戒してたものは何だったんですか。やっぱりすごいパンチがうまい印象があったので、パンチとあと踏み込みがちょっと他の女子の選手にはないなと思ってて、まあ、その踏み込みを止められればまあ大丈夫かなと思ってたっていう感じです。長い左の足で塞いでた感じがしましたけど、それは狙いどうですか。そうですね、なんかステップワークが結構バックステップもうまくできる選手だったので、そんな前蹴り入らないなかなと思ってたんで、最初はちょっとあんま前蹴りを使わない作戦で打ち合いに行く作戦で行ってたんですけど、思ったより前蹴りが入ったので、途中ちょっと作戦を変更して、カウンター前蹴り入ってきたところを合わせて、自分行けるとこ行く感じの作戦にしました。ダウンのとこはズバリその左の前蹴りというか、まあ、押さえつける感じが右ストレートという、そういう狙いどおり入った感じですか。そうですね、練習のスパーで結構よく入ってたコンビネーションだったので、まあ、うまく試合で使えたなっていう感じです、今後の目標はどの辺に置いていきましょうか。そうですね、やっぱ昨年ベルトを取ることができたので、チャンピオンとしてもっとしっかり強くなって、堂々とスター選手になれるよう頑張りたいと思います。カナさんがつけるし、会計合わせてとかいう、そういうのありますか。カナさんにはちょっと練習でボコボコにされてるので、ちょっと怖い怖いんで、カナさんの下の階級までは頑張りたいなと思います。他にご質問のある方ありますか。改めてなんですけども、K-1 の舞台っていうのはいかがでしたか。そうですね、やっぱ憧れてた舞台だったんで、すごい楽しめました。逆になんかそれがこう緊張もあったんですけど、こうせっかくこうもうこんな K-1 に出れるなんか機会なんてないと思って楽しまなきゃと思ったのが、まあ、いい方向を転がったのかなって思ってます。前蹴りはちょっとサイド蹴りに打ってた感じもしたんですけど、あの辺はちょっと変えたか、構えも含めて変えたりっていうところはあったし。いや、そういうつもりはなかったんですけど、なんかやっぱなんか 小学校の時やって空手の癖で前蹴りで顔をかける癖があるんで、サイド回るんで、まあ、足を横にして蹴っちゃおうみたいな感じでした。ありがとうございます。他にご質問のある方いらっしゃいますか。先日の、昨日の前日会見から、ずっと普段に比べて相当笑顔が少ないなとは思ってたんですが、その辺は自分でもちょっと終わりました。はい、めちゃめちゃ緊張して、デビュー戦並みに緊張して、もう、昨日も夜吐いたりして、本当に心に余裕がなくて、ちょっと笑顔が少なかったです。
それはあの若い人が上がってきて、もうそういうの奪われちゃうみたいな恐怖心みたいなものがあるんですよ。そうですね、なんだろう、やっぱ試合に対するいつもの恐怖と、やっぱりこうなんていうんですか、立派なこの華やかな舞台に立たせてもらうってことで、まあ、下手な試合はできないから、もうしっかりやんなきゃっていうのと、まあ、いろいろで、なんかもう、なんか、感情が自分で読めない感じで、なんか不安になって、特に何が理由でってわけでもなく、なんか涙が出てくるみたいな感じでしたね。情緒不安定っていう感じでした。他にご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。ありがとうございます。それでは最後にカメラに向かってファンの皆様にメッセージをお願いいたします。これからももっともっとチャンピオンとして堂々と戦える選手になるので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは以上、菅原美優選手のインタビューでした。ありがとうございました。ありがとうございます。